今日はですね、仏教の目的、有意識で、教えられている目的をまず明らかにしたいと思います。有意識では、このように目的を教えられます。天食得智と、こう教えられます。天食得智、これが仏教の目的である。私たちは菩提心を起こして、進ませていただかなければならないと、こう言われますけども、この菩提心の菩提とは、この知恵のことを言います。で、仏教では、この知恵をですね、4つに分けて教えられます。上諸察知。これは前後識が、上諸察知に変わる。そして意識が、妙観察地に転じる、変わる。そして、マナ式が平等承知に変わる。そして、アラヤ式が大円境地に転ずる、変わると。この八式と言われる私たちの心をですね、四つの知恵に転じていく。転じていくのが仏教の目的であると。だからこれをですね、漢字四字で天食得智と言います。式、八式の式をですね、転じて、中身をそのまま書いてですね、在所を功徳に転じるということでもあるんですけども、式、を転じて、徳を売る。八式を四つの知恵に、完成させる。四つの知恵を売るところまで進むのが仏教であると。これを親鸞聖人ですね、この教行信証の初めの方にですね、こういうふうにおっしゃってます。270ページの1行目に、こういうふうにおっしゃってますね。仏七に十下毛に一人秀でて等しきことなきがゆえなりとあります。仏様はですね、四つの知恵、四つの知恵に従した毛に、この八識が四つの知恵に転じられた、変わられたのが仏様であると。こういう方はね、世の中にはもうほとんどいませんので、一人秀でて、一人お釈迦様が優れて、等しきことがないんだと。こう言われてますけどね。この四つの知恵を体得するまでいく人は、ほとんどいないかもしれませんが、大乗仏教ではお釈迦様だけにですね、仏様になれるのではないんだと、ね、全ての人が仏になれる。大乗仏教は今生きている苦しんでいる人もやがては、仏になれる。仏性をどんな人も、持ち合わせているから、菩提心を起こして八識を四つの知恵に、ね、転ずるところまで求めましょうと。これがですね、仏教の目的地と、こういった意味ですね。菩提といったら、この四つの知恵を言います。そしてまた、その仏になるまでの通過地点として、信心欠如というのがあります。じゃあその信心欠如は、この四つの知恵がですね、どのような状態になったのかもですね、この際ですね、有識を通して、信心欠如についてもですね、知っていただきたいと思います。これはこの後また言いますけどもね、信心欠如を仏教で、諸事というということでね、妙観平等諸事分徳と、大円上諸唯物下記ということで、こういう慣用句が昔から有識でありまして、それもね、明確に教えております。これも後でね、説明した後に説明、このまず4つを説明してからですね、解説をしたいと思います。まず順番に見ていきます。まず、信心欠如というのは、ね、ここまず言いましょうかね。諸事、ね、諸事が信心欠如です。諸事とはどういう、体験か、どういう地位を体得するかといったらですね、諸事で一部分を売ると。所持で、ね、
明観平等の一部分を体得すると、こう有識学では教えられます。明観平等と言いますのは、明観雑知と平等生知、ここにありますね、明観雑知と平等生知の明観を取って、平等生の平等を取って、ここで明観平等と言われています。信心欠如というのは、我々の意識と眼識の一部分が知恵に転じたことを言います。全部じゃないんですよ。この多識が全部知恵になったのは仏であります。仏は四つの知恵に従するでありますが、信心欠如はまだ仏ではありません。ただ、知恵の一部分をですね、体得した。どこが変わったかと言いますと、意識と眼識のこの心の一部分が知恵に変わったと。意識が明観雑知になり、眼識が平等生知の一部分を体得したんだと言われます。どういうことかと言いますとですね、まずこの4つの知恵を話する前にですね、識とこの知の違いをですね、知る必要があると思いますね。前五識、意識、眼識、荒屋識と言われるこの識の意味と、ね、上昇察知、明観雑知、平等生知、大円境知の、ね、知の意味の違い。まずこの識の意味ですけどね、これは、物事を二つに分析して理解しようとする心、いわゆる分別心ですね。分別心、これが識なんですね。分別心、分別するだけならば問題はないんですけども、私たちがボンボの間のですね、この破識の場合はですね、必ず我を中心にした、ね、我主を中心にした物事を見てしまいます。だから自己中心的に物事を見るので、歪んだ見方となってしまうんですね。分別心という言葉だけからすれば、悪い意味はないように見えますけどね。正確に言いますと、この上にですね、小毛分別、略して毛分別と言いますけどね。小毛分別、毛分別、これがこの識の意味なんですね。みだりに誤った分別の心、二つに分けるだけならいいんだけども、分けた後、執着して物事を歪めて見てしまう、これが我々の、識という心。この言葉自体がですね、ビジニャーナといって物事を2つに分けて理解する、幼い時はまずそういうところから始まりますけどね。でも私たちは大人になっても物事を2つに分けて理解する、二分法的な物事の見方をしてしまうけども、でもそれでは正しく物事を認識することはできないと。この識からですね、仏教では知、知とはこれはですね、無分別知ということなんですね。無分別知、物事を主観を入れずにあるがままに見る、これを無分別知と言います。主観を交えずに物事を分別せずにあるがままに物事を見る知恵、これが仏の知恵です。物事をそのまま、見通す、見極める知恵、これをですね、増やしていく、これを増やしていくのが仏教なんですね。これを私たちは聴聞によって、室の習字を訓授していって、この心を育てていくんです。だから今ですね、聞いている皆さんはですね、一応この識が中心になっています、ね。凡夫は普通は前後式、意識、眼識、荒屋式で、この、知恵の部分はほとんど隠れている状態です。しかしだんだん仏教を求めていきますと、求道していきますと、だんだんですね、この識の気持ちが弱くなります。いわゆる分別心、これが罪悪を生み出す元ですから、この罪悪を生み出す元であるこの分別心がだんだん進行が進むと、二つに分けて、他を責めて、鬼と負け犬がいるんですけどね、私にこれには、鬼が
ね、罪人、負け犬を責める心、これがだんだん弱くなることによって士気の働きが弱くなります。で、弱くなった分ですね、この知の働きがだんだんですね、この上がっていくというか育っていくんです。そして一定のところまで来た時に、ね、この意識と眼識のここがですね、働きが、意識の働き、眼識の働きが一部分明観雑知、平等承知になったのが信心欠如。だから信心欠如、一応仏と言ってもいいんです。自覚の面から言ったら、やっぱ真理が初めて見えますから、今まで隠れていた無分別知が表に現れて真理がはっきり見えます。まあ、しかし自利だけが満たされてまだ十分利他はできない状態ですから、まだ仏と一応言えますけども、まだまだだという感じですね。本当の仏はやっぱりこれ4つの知恵が全部、ね、成就して仏であります。まあ、こういうことで言い方が微妙ですけどね、信心欠如は仏なのかといったら仏ではありません。まあ、ただこの普通の凡夫とも違うと、菩薩なんですね。もはや生寿の凡夫ではなくなる。なぜならば意識と眼識が、明観雑知、平等承知になるから真理が見える。そして、まあ、このように言いますけどね、平等承知といってね、大慈悲心が起きますから、だから大きく凡夫とも違うと。じゃあまず早速見ていきますが、じゃあ、明観雑知とはどういう知恵かといいますと、これは文字通り絶えなる観察する知恵と書きます。これはやっぱり説法がうまくできるようになるんですかね。物事の本質、相手の苦しみの原因が分かったりするんですね。相手を正しく見る、そういうですね、種まきをずっと今までこの十九眼、いや白いからずっと進んでいって、コツ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 種まきをすることによって、だんだんですね、まあ、説法をすることによって、念仏によってだんだん説法力も向上するし、相手の苦しみを抜く、そういう種まきによってですね、だんだん相手を見る目も、ね、できてくるんです。そして絶えなる、ね、よく観察、観も察も物事を正しく見る、それぞれ苦しみの原因が分かったりね、物事の本質が分かるような知恵にまで心が成長した状態。だからこの意識がまさに意識の働きで説法がね、できるようになる、まあ、自由自在とまではいかなくてもできるようになるのは、この意識が明観雑知になるからです。また説法をして、苦しみを抜いてあげたい気持ちが湧き出てまいります。それはなぜかといったらですね、眼識が平等承知に変わるからなんです。凡夫の眼識は自分にしか目が向けられておりませんでした。まあ、いわゆる自我愛ですね、自己愛、自我愛、ね、自分しか愛せなかった心が眼識、それは知恵がなかったから。そういう私たちが仏法を聴聞することによって分別心が弱くなり、少しずつではあっても無分別知がね、荒屋敷に、ね、訓示をされていきますと、だんだんとですね、慈愛の心に変わっていきます、ね、自己にしか向けられなかった心が、ね、一切法といって全てに目が向けられる、ね、まあ、そういうふうに心が変わるんだと、まあ、自我愛から、まあ、平等愛ですけどね、まあ、他を排除した心がですね、他を尊重する心に変わるんです。まあ、これまあ感動的な転換ですけどね、この転磁気特知は。まあ、今まではこう自分の心にね、注がれていた心、ね、自分のみを愛し続け、他を見下していた心が眼識です。そういうね、利己的な心がね、いわゆる無我を悟るんです、一応、信心欠如は。空とか無我という心理が、信心欠如すると、所持で悟りますから。無我である自分というものが分かるので、全ての存在が平等に見えるようになるんです。平等承知、これ承とはこれは真実ですね、物事の真実は全ては平等であるということが分かりますから、平等承知に眼識が転じると。まあそういう狭くてね、狭いそういう見え視野がですね、一気に広がるんですね。だから好き嫌いの感情がぐっと減ります。完全にやれませんけど、ほぼなくなるような感じですね。
好き嫌いもなく全ての人を平等に見ることができ平等に慈愛を注ぐことができるようになる。完全にありませんが大きく変わります。だから親鸞聖人この信心欠如を大慈悲心とも言われてますね。この信心を大慈悲心あるいは菩提心とも言われているのはそれはこの意識と眼識が明観雑知平等承知に転換したからなんですね。まあ、これが大きな違いです。信心欠如する前と信心欠如した後との違いはここにあります。でそれに対してこの前後式と荒屋式は、ね、そんなに変化はないんです、ね、だから形から見ると、まあ、普通の人間です、まあ、ただ説法がうまいというか、ね、物事を見る目が、ね、しっかりできているのとこのやっぱり利他をせずによる、ね、仏法をお伝えしたい、ね人々に仏法をお伝えしたいというね、まあ、そういう気持ちはぐっと高まると思います。じゃあ、そこでですねそれを昔の人はこう言ったんですね、これを慣用句として覚えられるように明観平等諸事分徳と、ね、この諸事41段の諸事信心欠如とはどういうふうに変わるかといったら明観雑知の明観と平等承知の平等をとってこの2つの意識眼識が諸事で一部分この2つの知恵が一部分得られますよとこうおっしゃるんですね。じゃあ、大円境地この荒屋式が転じた知恵が大円境地前後式が転じた知恵が上昇差知これはいつ変わるかといったら大円上昇唯物下記といって、ね、荒屋式と前後式は、まあ、これはですね仏にならないと、まあ、48段以上ですかね48段以上画集がなくなった状態そこまでいかなければ、この知恵になることはないと仏にならないとだから大円上昇唯物多機ただ仏の結果が起きた時に起きますとただね仏という果報仏という悟りを開いた時に起きるのが大円境地と上昇差知であるとこう言われております。じゃあこの大円境地とは、まあ、どういう意味かと言いますと、文字通り大きな窓かな鏡とあります。この荒屋敷の中身がね大きくも変わるんですね。今の私たち荒屋敷はですね無気といって全幕どちらでもない状態だから悪い豪衆人も入るしまた善の豪衆人も入る。で今いくら善をやっててもね気を緩めたらいくらでも悪に堕落する悪の豪衆人も入っていくんです。また今悪人でやってもですねこれから努力していけばいくらでも荒屋敷の中身を変えていくことはできます。で仏の悟りを開いたならば荒屋敷の中身がですねもう善処になってしまうんです。もう完全に全て善になってしまうんです。そうするとね、まさにもう大宇宙の真理を全て体得することができる大きな窓かな鏡仏教では我々の心を鏡に例えます。鏡というのはですね物事を映すものですね。物事を映すものが鏡です。同じように私たちの心もね、いろんなものを見たり聞いたりするこれは鏡がこの心の映像として映ってると教えるんですね。今皆さん、ね、いろいろ認識してますけどこれ全部鏡に映った映像だと教えるんです。映像を私たちは見てます。でこの荒屋敷が転じるというのはですね、このいわゆる今はですね私たちはこの鏡で言うならばこの鏡が曇ってる状態、ね、鏡に塵や埃がついた状態で物があってもね正しく物事を見せないんですね。鏡が曇っている状態鏡に塵や埃があったら正しく物を映さないように今はそういう状態それがこの鏡から塵が全部取れてて本来の我々の心を仏教で自称清浄心とも言いますが自称は清らかな心あるがままに物事を見せるそういうね、心本来の自分に戻れと本来の自分の心を知るのが仏教なんですけども
この大きくまどかな鏡、大宇宙すべてをですね、あまねく照らす、あまねく知ることのできる知恵。まあ、ちょっとこれは想像もつきませんけどね、大宇宙の真理をすべて体得した、境地が大円境地で、一切の知恵を体得できた世界であります。まあこういうね、知恵もね、ずっと後かもしれませんが、やがては体得できますから、このね、世界までね、菩提心を起こして進んでくださいというのが仏教であります。まあ、荒屋敷が転じたのが大円境地。じゃあ次ですね、前後式、これは一体どうなるかといったらですね、まあ、前後式とは五感ですね、目、耳、ね、鼻、舌、体、ね、前後式で、この前後式は普通私たちはこれはですね、盲目の時はですね、これによって私たちは執着して苦しむ、ね、いいものを見て、綺麗なものを見て心を奪われたり、ね、いろんなものを聞いたり、あるいは匂いを嗅いだり、舌で味わったり、体に触れたものを通して執着して、私たちは前後式によって執着して苦しむことが多い。この前後式がですね、仏になればどうなるかといったら、所作を乗ずるとあります。所作といいますのは、これはですね、なすべきところということで、この菩薩はですね、本願を立てて仏を目指そうとするんですね。まず本願というものを菩薩は必ず持つんです。本願といったら、すべての人を救ってあげたいとかね、あるいは苦しみを、ね、抜いてあげるためにはしっかり経学を学ぼうとか、あるいは煩悩を減らしていこう、そして仏になりたいという願い、まあ、修正願といってね、四つの願いを菩薩は持つんですけども、それを叶うためにこの前後式はですね、人々を救済するための働きとして変わるんだと。所作とは当然ながら修行サイド、人々を救うためのこの肉体になるんです。今私たちはこの肉体は欲を満たしたり苦しめる元になることがありますけども、仏様はです、仏になれば、この目、耳、鼻、口、ね、この前後式は全て所作、なすところとは修行サイド、人々を幸せにするための感覚として成り立つ、完成するんだと、こういうふうに言われます。まあ、どういうことかと言いますとですね、ちょっと面白いのがですね、こういう、教えが有識にあるんですね。仏になると諸根御有と、こういう言葉があります。諸根御有、諸根とはこれ肉体のことを言いますね。諸根、いわゆる目、耳、鼻、舌、体、これを五根とも言ってね、五根もしくは諸根と言いますね。肉体を五根とも言い、あるいは諸根とも言う。この仏になれば、この前後式のこの感覚がですね、互いに用いる、互いに働くとあるように、目で聞いたり耳で見たりすることがあると、こういう力が仏にはあると、まあ、その一例がね、観音菩薩ね。この観音という言葉を見てみると面白いのはですね、音を見ると書きますね。音を見る、ね、普通は音はですね、聞くものです。でも観音菩薩はですね、信心決意をして仏の一歩手前、51段のですね、菩薩なんです。ほぼ仏と同格の方なんです。その観音菩薩は苦しみ悩んでいる音、これは苦しみ悩んでいる声ですね、我々の苦しみ悩んでいる声をですね、見て聞き取って、その苦しみを抜こうと働かれるのが観音菩薩なんです。声をしっかり受け止めて、その苦しみを抜くためのね、活動さ、抜くために活躍されるのが観音菩薩。まあ、そういう、もういわゆるもうこの4つの知恵にも観音はなっておられますから、当然ですね、上諸さちもですね、もう諸根御有でね、音を見ることができると。もちろん音は聞くんだけども、この五感がですね、
普通の人とは違うように、もう自由自在にですね、働きを変えることもできると。まあ、ちょっとおとぎ話みたいな感じしますけどね。まあ、これを自由自在に、この感覚を駆使して、救うための活動をやるんだと。いうふうに教えられてるんですね。だから、この、私は思いますのは、この諸君といったらですね、この諸君語彙という言葉ありますけどもね、これはある意味誰でもですね、鍛えていけば、私たちでも、鍛えていけば、こういう力は得られるんではないかなと思います。これ鍛えられた人間の、まあ、人格力というふうに言った人がいますけどね。まあ、例えばですね、演奏家、いますね。演奏家はですね、楽譜をですね、見るだけで音楽は聞こえるそうです。見ただけですよ。見ただけで、もうどういう音楽かがもうね、聞こえるそうですね。まあ、そこまで鍛錬をしてきたから、そういう種まきをしてきたから、楽譜を見るだけで音楽は聞こえる。また、名医なんかはですね、優れた医者は、触診といってね、触診ですかね。この触れただけで、どんな病気かが分かるというふうにも言われます。名医はですね。あるいは、熟達した板前さん。ね。もう、ずっと経験を積んでますから、この魚とかそういうね、料理する、ね、魚を見てもですね、色とか艶を見て、ね、料理の味が分かるというふうにも言われます。また、農学士なんかはこういう人がいたそうですね。もうドキンガンな人。ね。ドキンガンな人がですね、舞台でですね、思う存分、縦横無尽に、舞うと。でも実際は見えないから、本当はもう分からないと思うんだけども、ね、もうそういう今まで種まきがありますから、ね、隅々でどういうね、音がしてるかもですね、聞こえるらしいですね。もう見えないけども、ね、そういう舞台のことが見えると、まあ、耳で見るような感じらしいですね。だからこれは世間一般のことを職人さんなんかでも考えてみても、その道一筋でコツコツ種まきしていけば、この前後式もね、やっぱり鍛えられるんだと思いますね。まあ、私もお粗末ながら昔ね、もう本当にもう歩きながら勉強したりとかね、あまりいいことじゃないんですけどね、まあ自転車乗りながらでもね、本が読めたりしたんですけどね、そういう鍛えていけばこの前後式もね、鍛えられていくんだと思います。だから全くね、ね、このおとぎ話のようなことではないと思います。だからこの、ね、前後式、意識、まなしき、あらやしきはですね、これをコツ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 仏法を聴聞することによって、だんだんとね、この式が知恵に変わっていくと。これはやっぱり日頃の文法精進によって、現実と向き合って教えの通り六度満行を実践していく、教えを聴聞することによってだんだんとね、式を転じて知に変えていく。で、目標はね、四つの知恵、これを我が物とするところまで進ませていただくと、まあ、いうことがこの有識ではきれいにですね、うまく、まとめ上げられていますので、ね、まあ、ここを目指したのが仏教であると、まあ、いうことで、まあ、知っておかれたらいいんじゃないかなと、こういうふうに、思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ休憩を入れて。